皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日は私ね、何歳に見えますか？私まだ20って言ったでしょ、おかしい。私まだ20代です。28です。この年齢知らない方は結構多くてびっくりされるんですよね。だいぶ上に見られることが日頃多くてですね、母53なんですけど、私の方が上って見られることもあるんです。ちょっと老け顔っていうのもね、ちょっとつかもう老け顔っていうのもありますし、で多分メイクが、私はどちらかというと自分受けなんですよ。自分受け 100% なんで、私が満足してればいいっていうメイクをやってるので、多分ね、それが年上に見られるのかなって。今回は自分受け 100% メイクではなく、若見え 100% メイクでいきます。ぜひ見ていただければと思います。早速やっていきましょう。やっぱりね、メイク前のスキンケアって大事なんですよ。で、若々しく見られるためには肌のケアっていうのはすごく大事になってくるので、お肌のケアからまずやっていきます。Nオーガニックのクリアホイップフォーム、これがね本当によくって、めちゃくちゃ濃密です。濃密泡になってます。本当は濡らしてから洗顔していきます。濃密でしょ。こういう泡で肌を傷つけないように優しく洗顔していきます。毛穴の部分もしっかりとね。私乾燥肌なんですけど、やっぱり Nオーガニックすっごい保湿されるから自分の肌にはすごい合ってるのよね。でスキンケアは今 Nオーガニックからちょっと新しいの使ってみたくて別のもの使ってるんですけど、洗顔はこれですね。結構ねスキンケアコロコロ変えるタイプ、まあいろいろ試していいものっていうのはやっぱり皆さんにシェアしたいっていう思いもあるのでたくさん使ってます。洗顔してきました。気持ちよかった。次がソフィスタンスのフローレス保湿美容液乾燥肌用です。これ本当にめちゃくちゃ液自体はサラッサラで水みたいな感じなんですけど、こうバシャバシャしなくって、もう肌にこうやってひっつけた瞬間からしっとりさに変わるっていうようなやつ、お気に入り。この木のとこも可愛いよね。使い始めてまだ間もないんですけど、私すっごい乾燥肌で Nオーガニックが今までで一番保湿されてたんじゃないかなって思うんですけど、これも同じぐらい保湿されるので、やっぱりこう乾燥肌の人にはぴったり。次こちらティルティルのデイリーシカアンプルマスクです。これずっとリピしてて PR のお仕事で出会ったんですけど、マジでずっと使ってる。てか多分このパック全部のライン使ってるから、もう絶対毎日やってんもんね。あのメイクする前もそうですし、お風呂上がりにもやってます。でこれ結構薄いんですよ。でこうやってピタッてくっつくでしょ。まあ若見えっていうところでも肌に張りを出す、毛穴を引き締めることでね。はーい、じゃあ外していきまーす。もうこの時点ですごいね、お肌はひんやりです。全体にこう首の方までいってなじませます。次こちらソフィスタンスのグロー乳液を使っていきます。トロトロ。では次ソフィスタンスのユナイトクリーム、こちらも最後に塗ってしっかりと保湿していきます。もう乾燥すごいからとにかく保湿する。これだけしないとあかん。私塗りすぎかもしれんけど、塗りすぎないとあかんねん、ほんまに。これだけ塗ってやっとお肌が整うという感じです。こちら欠かせないカネボウのベイルオブデイ日中美容液マスクです。乳白色なんですよね。なのであの気持ちトーンアップする感じ。もうこれを全体に塗ります。これ塗ると塗らないじゃね、ファンデのノリ全然違うんです。じゃあ早速メイクをやっていきたいので、まずコンタクト、相変わらずミスティアのリリーベージュです。毎日これで同じコンタクト使っててもメイク次第ですごく若く見えたりするので、そこも注目していただければと思います。なんかこう大きいコンタクトを使うとかではないので、いつもと同じカラコンです。こんな感じです。すっごくうるっとしてるようなコンタクトですね。ビムビューティーのキンプコンフィデンスプライナーの化粧下地ですね。私は極度の乾燥肌なので下地をね2つ使います。まあ米粒からパール1個分ぐらい。まず崩れやすい目元小鼻の部分を先塗っちゃいます。目周りしっかり塗って、であとはここの部分ですね。毛穴を埋めたい方にもおすすめです。次こちらですね、下地なんですが、なんとこちらサンプルです。なので楽しみにしていてください。ワクワクこちらを塗っていきます。これは楽しみにしていてください。
ください。すごいね、トーンアップするでしょ。ほらおでこのくすみ一気になくなるのよ。目の周りはねもうさっきのプライマー塗ったのでこれだけでいきます。で、やっぱり若見ポイントとしてはパール入りの下地を使ってあげます。内側からこう発光してるように見えます。シワの部分、この特に私とかもおでこのシワがだんだんできるようになってきたんですけど、シワの線の部分に入り込んじゃったりもするので何もついてないパフとかでトン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 として表面の部分だけ取ってあげます。こうすると結構綺麗に密着もしますし、シワに入っちゃうとよりシワが目立ったりするからそれがなくなるからそこも若々しく見えます。でちょっと先にリップ塗っとこうかな。シピシピのリップセラム、リップ美容液なんですけど、これをちょっと先に塗っておきます。唇にハリを出すのも大事なんで保湿しておきます。次はですねファンデーションなんですけども、お知らせがございます。ドーン、ミムビューティーのエフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション発売されることになりました。これ早く言いたかったの。前もねライブ配信の時にねあるお知らせがあるんですよっていうこと言ってたんですよ。なんとはい、リクエストでも非常に多かったのでクッションファンデーションのみの販売もさせていただくことになりました。もう本当にありがとうございます。2023年1月27日金曜日のお昼の12時からビムの公式サイトで予約販売が開始いたします。そしてなんと店舗販売もするので、もうぜひぜひ手に取って見ていただければと思います。早く欲しいなという方はぜひぜひ EC の方からチェックしていただけたら嬉しいです。ちょっと中身を見て、こんな感じでベージュのパッケージになってて、ほんのりグラデーションが入っています。なんとパッケージはかなり薄いので持ち運びにめちゃくちゃ向いてます。ツヤタイプですね今回は。ファンデーションキットとはまたちょっと雰囲気が違う感じにしてみました。可愛いでしょ。めっちゃ開けるとこんな感じです。ではね早速これを使っていきます。で私は26番をいつも使っています。しっかりとつくので軽く取ってからおでこにのせていきます。もうこの1回だけで全部に伸ばせるので少量でめっちゃいい。むしろつけすぎ注意って感じ。はい、こんな感じで塗っていきました。でほらおでこに張りが出てるでしょ。これがめっちゃ大事だなと思います。パウダーですね。はい、こちらボビーブラウンのリュクスラディアンスルースパウダーピュアグローです。これやばいのよ、ツヤを残すパウダーで、すごいコンパクトタイプで、ルースパウダーなんですけど、クッションファンデみたいな形になってます。私はね、あれで塗る方が好き。そういうのブラシ。こう優しく塗って、パウダーを塗ってるのに、ツヤが残っている。やっぱり、マットよりかはツヤの方が若々しく見えるので、やっぱ張りがあって、お肌が元気だなっていう風に見えるので、若見えメイクのポイントです。で眉毛なんですけど、私ね、ちょっとね、コンシーラーで眉を消さない。これはもちろんファンデーションキットのコンシーラーを使うんですけど、青いねタトゥーが残ってるんですよ。この部分もしっかり消します。リセリシェのアイブロウパウダーを使います。これ色が BR1 番です。アイブロウタトゥーが残ってる状態で上から重ねるより一回コンシーラーで消した方がナチュラルに仕上がって自然に色が乗るので、私はもう最近この方法。はい、こんな感じで眉毛に色をのせていきました。次はこういうスクリューブラシですね。そうよです。このスクリューブラシをちょっと曲げて眉頭の部分をぼかします。デジャビューのアイブロウカラー3番ウォームブラウン。今日は若見えっていうところでもちょっとだけ眉の色を抜きます。やっぱり今の同年代ぐらいの人とかを見てるとやっぱ眉毛って抜き感あるんですよ。ちゃんと生えてて、でもしっかりやるって言ってものっぺりしないので、それやっぱちょっと再現していきたい。こういう斜めカットのちっちゃいブラシ、こういったブラシでリセのアイブロウパウダーにこのブラシをちょんちょんとこうつけて、こう線を軽く描いていきます。カーブを思いっきりこう見せるってよりかはちょっとこうふんわりとしたナチュラルなカーブ。眉毛完成しました。本当にいつもよりか眉毛は結構柔らかめです。いつももっと濃くって、なんかそれが結構上に見られるっていう感じなので、今回は結構柔らかめの印象、眉毛の色自体も薄めにしてみました。次はこちらアイムミミマルチキューブ3番を使います。これね見て、パカッと開けるとじゃん、まずここにアイシャドウが入ってて、その下にすごくないフェイスパウダーみたいなのも入ってるのよ。これを塗っていくんですけど、本当に私っていつもがっつりこうまぶたにのせるじゃないですか。でも今回はこのクリースより上はもう塗らないです。まず、まあ、指でこの1番ですね、これすごい番号を振ってくれて、これをまぶたのここの部分ですねのせます。同じように1番の色味をのせます。
マットの質感かわいい。次は2番ですね。まつげの際の部分、ここの部分だけに色味をのせます。これ全体的に塗っちゃうとどうしてもまぶたが落ちて見えちゃう。多分私はそれでいつもこう上に見られてるのかなと思います。ここの部分だけ、これだけです。ほら若く見える。この黒目の部分のこの中心の部分にだけこの色をのせます。ここの部分、この黒目のこの上の部分にアイライナーをのせると目が縦に見えるよみたいなのあると思うんですけど、黒のアイラインをがっつり入れちゃうよりかはちょっと濃いめのブラウンでちょっと色味を入れてあげる方が若く見えて、かつ目が大きく見える。下まぶた、上まぶたと同じ色をこうのせます。これぐらいでやったら、はい、次はこちらキャンメイクのクリーミータッチライナーです。これ2番ですね。でいつもは全体にグッとこうカーブを描くように塗ってるんですけど、今日は粘膜のまつげが中心にある部分だけ、このまつげが一番生えてるところだけにアイラインをのせます。そうするとこうキュルッとしてこうちょっと丸みのある目ができます。はい、では次こちらセザンヌの各二重ライナー、今回はこの下まぶたのラインにのせていきます。ここのね中身の部分がねピンクっぽいとうるっとしてて可愛いってなるんです。この各二重ライナーでちょっとこう粘膜の部分に色味をつけていきます。このピンクがめっちゃいい色味なんです。ちょうど粘膜色で、でもちゃんと塗ったらほらなんか分かります、一気に可愛いガーリーな感じになりますよ。若く見えますよね。粘膜に張りがあるみたいな感じどういうこと。しかもなんやろ、肌がすごく白く見えるね。このメイクトーンアップして見えるかも。このまぶたのこの下の部分にこの色をのせます。周りの部分、チークじゃないんだけどなんかまぶたに色味を加えることで若しさが出るので、このアイシャドウ塗ったこの下のあたりに色入れます。これやりすぎちゃうとさ、ちょっとタヌキみたいになっちゃうから、本当に軽く血色与えるぐらい、この一番暗いから。これをちょっとだけ、気持ちこういう細いブラシを使って目の幅を広げます。リキッドアイライン使うとシュッとしてこうシャープな感じになるので、それこそやっぱそれは大人っぽく見えちゃうから、こういうアイシャドウでふんわり目の幅を広げていく。可愛いやん、めっちゃいいやん、ほんまに。よし、次マスカラや行こうか。よくねこのビューラーどこですかって聞かれるんですけど、 RMK のビューラーです。まつげを上げていきました。ロング&カールマスカラ、これのブラウンですね。こちらを使っていきます。まあ、黒のマスカラをいつも使ってるんですけど、今日は茶色で目元に抜け感を出します。でアイシャドウ自体もコーラル系のカラーなので、やっぱりブラウンがすごい相性いいかも。でこうセパレートするように丁寧にマスカラを塗ります。これぐらい。はい、じゃあ次はこちらウォン・ジョンヨのデイリームードアイパレードトレンチブラウン、こちらを使います。このパール、これこれこれ、これを使って目頭の部分にパールを入れます。軽くね、これぐらい。パールはすごく上品なので、自然光でもライトに当たってもキレく見えて、ラメと違ってパールってこうツヤっとしてるので、まあ、これまたちょっとまぶたに張りを与えてくれるんですよ。はい、こんな感じになってきました。まあ、こうすると目頭も近くなって、ナチュラルにこう目をギュッとこう幅広く見せることができます。じゃあアイメイク終わったのでベースをもう一度塗っていきます。こちらサンプルのね下地なんですけど、こちらを塗っていきます。でこれも塗る時なんですけど、若く見せたいので中心から上に向かってこう引き上げるように、こっちも塗っていきます。中心から上に、中心から上に、すごいトーンアップじゃない。はい、こんな感じで下地塗っていきました。でここでもう一度こちらビブビューティーのエフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション、こちらを塗ります。でまずは本当にこう薄く薄く軽くのせていきます。めっちゃ綺麗じゃない？てかめっちゃいい感じ、漏れてる。パン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 パーンと一度でこんなにねカバーされるんで、まあ私いつもそれでコンシーラー塗って本当にカバーした時このほくろもカバーするんですけど、もう今日はもう全然これで OK で、ここでシグラムのグロービングアップスキンスティック、これを使って若々しく見せていきたいんですけど、影の入れ方ですごい大人っぽく見えるか若く見えるかみたいな感じなんですけど、私いつもここ斜めに入れてるんですよ。でここは今回入れないです。鼻の鼻先の部分、ここの部分に
入れるだけです。やっぱり入れ方とか入れる位置によって骨格の印象って変わってくるので、今言ったこの鼻先の部分と顎だけしか入れないです。で、鼻先の部分もこの部分ちょんちょんちょんって乗せるぐらいで、この余ったやつでこうやってちょっと軽く、ノーズシャドウめっちゃ大事なんで。で、あとはこの顎の部分ですね。ここの部分ちょっとこう丸く見せたいんで、この部分だけ影入れます。これだけやったら結構塗ってる感出ちゃうんで、もう一度クッションファンデーションを使って違うブラシにとってなじませます。細い側のこれあれですね、無印のやつなんですけど、こういうのを使ってここでこうポンポンポンノーズシャドウをなじませていきます。ちょっとこのスポンジ紹介しとこう。これですね、無印のメイクアップスポンジです。これめっちゃ入っててすごい使えるんですよ。499円、安いし自分はすごい気に入ってる。だからこういうノーズシャドウとかコントアするときとかに使ってます。次はこちらレブロンのブラッシュ&イルミネーターパレットです。多色チーク&ハイライターパレットになってます。すごくない？これ結構 SNS で話題になってるものなんですけど、でいつもはオレンジとかブロンズ系ばっかりなんです私って。でそれだとかっこいい雰囲気になっちゃうので、今回はこのピンク系のカラー使っていきます。でこれね、すごいのがピンクのマットのものとこういうハイライターのパールが入ってるんですよね。見て、アイシャドウにも使えそうじゃない？で私はこのちょっとパールが入っているものを使っていきます。これでねツヤ感を出していきたいので、私いつもこう斜めにスッって、あれはやっぱり年齢は上に見られやすいです、まあ、かっこよくなるんでね。入れる位置としては本当にこの辺で、あんまりつけないです。ほら見て、これだけでさ一気にさ若く見えるよね。でこれさツヤも入っての自然な、だから張りがねあるように見えます。そうよ、こうするとやっぱり若く見えるね。全然違う。チークの入れ方で可愛らしく見えるかかっこよく見えるかっていうのが一番決まると思うので、で次このハイライトの部分ですね、指で取ってちょっとこう鼻先に入れます。ここがちょっとピンクになることによって若々しく見えるのと、プラス鼻がこれも高く見えるので、いやめっちゃ可愛くない？いい感じすぎんねんけど。でリップ行くんですけど、中顔面短縮したいからこの上のリップに茶色のパウダーやリップスティック塗ってませんか？あれはね老けて見えるポイントなんですよ。ここに限るともちろんキュッてなるんですよ。コントアでもその方法あるんですけど、ヒゲに見えたりここがね黒ずんで見えるんですよ。はい、こちらレブロンのブラッシュ&イルミネーターの3番、これを使っていきます。粘膜色に近いこちらのピンクの上からこう重ねることによって自然とキュッてなるんで、これねリップとかでやっちゃうとまた違うんですよ。このパウダーでやるからいいんです。ぼやかしてね、わーっとこれで一気にキュッと短縮されました。まあ年齢とともにね人中ってこうだんだん下がってくるっていうところもあるんで、やっぱここは短い方が若々しく見えます。じゃあ最後リップ塗っていきます。スックのトリートメントラッピングリップ5番、すごいね血色のある可愛らしいピンク色です。これも中心につけていきます。この中心の部分は触らずに横に広げます。そうするとここの部分にボリュームが出るので、横から見た時も前から見た時も立体感が出るので、またそこでも若々しく見えて、でこのスックのリップがすっごいネチッとしてるんですよ。なんていうんだろう、本当にハリに変わります。なのでこのリップめっちゃおすすめ。ほんまに可愛いし色も。どうよどうよ、いつもよりさ若く見えへん？これ髪の毛全然まだ変えてないけどさ。最後にフィックスミスト、白のローズブーケフェイスミストです。これ化粧水ではあるんですけど潤いを与えてくれて、メイク後にもすごい使えるっていうのでこれを使っていきます。やっぱり潤い大事なので。あーいい匂い、ヘアメイクやっちゃいます。はい、ということでメイク完成いたしました。あの髪型はセンター分けじゃなくてちょっとこっちから持ってきました。でなんかセンター分けも私すごい好きなんですけど、あれもやっぱかっこいいからセンター分けにしてて、ちょっと分け目を変えるだけでも雰囲気変わって、あとはやっぱトリートメント使ったりとかで髪の毛にツヤ出すだけでもやっぱ若々しく見えるので、どうですかね、めっちゃ若く見えへん？年齢そうに見える？あ、はじめまして、マリリンと申します。28歳です。どう？28に見える？よし、もうこれで20歳ぐらい上に見られへんより済んでって感じですけども、こんな顔してたらあかんね。LINE 交換する？写真撮ろう？写真撮ろう？すごい若く見える。
みたいな感じでね。いやもうこれいけるな。今回いろんな若く見えるポイントをお伝えしていったので参考にしていただければ嬉しいです。最後になんですけども、 VIM のこちらのエフェクトライクフィニッシュクッションファンデーションが発売されますので、公式サイトは概要欄に貼ってありますので、そちらの方からチェックしていただけると嬉しいです。あまり言ってないですけど、インスタグラム、TikTok もやってるので更新度高め、インスタグラムは結構プライベートの部分をよくアップしているので見ていただければ嬉しいです。フォローよろしくお願いいたします。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。